番最後の人でも一緒です。こう背中も、そう背中を押さえてガッチョリこれじゃ行かないで、でもこれ結構ねこう引いて戻してるんですよ。こうやってるんですけど、こうやるともう時間かかるんです。こう触るだけこれ引きです。引きと返しそっちはもったくない。こっちはきつい。抜けていくっすよ。いやそっちはもったくない。だから最後の返しの当て身になってる。変わってる変わってる変わってる。全然違う勝負。だからこれ当て身になってるんですよ。だから後ろにガッと来るんですよ。これ当て身じゃないです。ただこう叩いてるんですよ。こう、こう、うわっ。どうしたの。僕当て身入れたみたい。一列目と全然違うです。だから今のはその手前の人を狙ってるんじゃなくて、その後ろを狙ってるから手前の人は倒れてないでしょ。わかります。そう。もう一回やりましょう。でもそう。いやいや。じゃあ三人目の人をイメージするんです。その人抜けていきます。うわっ。こっちはきつい。一番前ね。だからあの当て身は通り抜けます。当て身もいられる。これじゃいかないです、ね。さっき言ったこの当て身です。これは結構触った時がもう引きになってる。うわっ。後ろだ。いやまあちょっと痛いですけどでも抜けます。だから後ろも触る。こう手と手でこう重ねますね。ただこれじゃダメなんですよ。ここでちょっと抜けていくんですよ。よし、失礼したら一人です。蹴りやすいんです。これが支えない。例えばこう押されて膝蹴りしようと、こっちが抵抗するんですよ。ただ蹴りやすいじゃん。じゃあ、こう。だから頭がボールと。だからボールだからこう。これがボールでしょ。これもボールでしょ。これが頭と思う。頭掴んで両手で、これが頭とするじゃないですか。これをこう上げるからなんか蹴りやすくなる。こう
それを頭でやってるんですよね。頭ちょっとボールっとしてだから頭を掴もうとした時は瞬間小さくうわっってやるんです。こう思います。いやっいやってやったら入るんです。それを掴まれてこうすると入るんじゃないですか。反対で持ってだからこれを頭としたらうわっこう頭としたら回して捨てて回して回して捨てて だから当てにもいろいろあるけどストレートパンチやこれはボールと思ってこう拳をこの小っちゃい点を利用するしてから来ちゃうだからこうじゃなくてこう入っていく。そうするとこの触れたとかツボになるから普通こうかじります、ね、こうすると筋肉つかめるんですよ。この時にもこうツボになってるんですよ。それを小さく早くこうちょっと分からないです、ね、これもこの先端を小さく円で描くからここはツボに変わってるんですよ。もう腰まで全然壊れてるんです。点でやっていくからこう早いです。全部で円を描くんです。全身でやる。手だけが無理です。手がこうしたもんできない。同時にこうパッと見るからこの円が全部ひねるのと相手に伝わる。誰が？誰がさするとその自然の動きが円の動きになってるんです。それを技をしようとするから手だけでこうチラッと見るだけがもう肩がこう動いてるんですか。はい、こう見られましたね。これをこんなことしたらできないんです。相手をこう振り返るこの動作が円の動きなんだから。はあ、はい、で投げ方も変わってくるからここで当てにとどめして、だから投げても投げるよりもここでとどめるんです。そして投げ捨てるんです。邪魔だから。もう次の人を。だから当てにとかも結構多いです。触ってこう誰か買ってくるのを警戒しながらこうじゃこの人こっちです。これかけた人を立てる。そうすると、ね、他人数ぶりではかつて自分は中に行ったらやられる。相手を中に入れる立てるんですよ。助けて。
疲れた。ちょっと回す。本当は2人まとめてやってる。ガチャッと回す。終わりましょう。